2組あって、うん、これそれぞれが、振動する。これちょうど逆走にパワーとどれがあるんですか。これまだ出ても70デシベルぐらいまでは1メートルで出るんですけど、それ以上の、はい、ただ今日はもうちょっと低めに出してます。長い時間を要しますので。これでやってますけど、まあ、いろんな形に作ってますので、いろいろと思います。で、ただ、大きさが大きい方がどうしても音量が出ることは確かです。そうです、これマックス、これはその材料になります。これユレタンを作りまして、ただのですけど、非常に一般的な、ゴム素材で、ゴム長靴やゴムホースを使う素材になります。この両側に電極を形成しまして、それで振動させるわけですね。面積による違いはどうもあるというんですけど、はい。駆動する回路は今の。あ、これは一応置いておきます。すみません。アンプは。アンプはですね、普通のアンプとちょっと違って、直流のバイアスをかけて500ボルトをかけた上のそこを振らさないと、切れの音、そのすぐこう取り替えできるってことじゃないですか。ではならない。コンデンサースピーカーを駆動するアンプと、まあ、同じような形になります。信号部、直流500に交流が大体200ぐらいの、はい、ただいわゆる市販の実用化されておりますコンデンサースピーカーが750ボルトですから、まあ電圧的にすごいとりわけ高いというわけではないと思います。性的には大体80ヘルツから15キロヘルツくらいまでバランスよくできます。フラットのこうピューッだけにいきませんけど、なんていうのか、そこからちょうどこうバスンと落ち始めるのは80ヘルツぐらい。コイルがないから当然インピーダンスで問題ないですよね。ないんですけど、これは逆に容量ですので、容量性の負荷ですので、それに合った駆動の仕方をしないと。ですから、いわゆるその、電力的にここで食うことはほとんどないですね。電流は行くんですけど、いわゆる無効電力。